ほっかほか気分、家族みんなのお楽しみ、午後一蓬莱。お母ちゃんお弁当、はい、午後1時放題だったな。お土産は豚まん買うて帰ろう。今も昔も大阪名物午後1時の豚まん、午後1時のほーらい。みんな知ってる午後1時。ちょっと見て何してんの。え、お世話になってる豚まんさんにお礼言うてんねやんか。あんたもよいっちゃな。よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。午後1時のほーらい。午後一の豚まん、午後一の蓬莱。豚まんは午後一、おいしさおしくらまんじゅう。まんじゅうちゃうやん、豚まんやん。やっぱりおいしい午後一の蓬莱。午後一の豚まんがあるとき、ないときあるとき、ないときおいしさ一番あるとき。午後一の豚まんがあるとき、ないとき、あるとき。せや、それや午後一のほーらい。たまには二人で美味しい中華、いろんなシーンを満足させるのが午後一のレストラン。午後一の上品にあるとき、午後一のほーらい。午後一蓬莱の焼き餃子は粗挽きの豚肉、野菜が多めで皮がもっちり、空もジューシーでむっちゃいける。夏の元気にお土産に午後一の焼き餃子。午後一蓬莱のシューマイは新鮮な玉ねぎと豚肉たっぷりでボリューム満点。この食感とうまみがたまりません。みんな嬉しいお土産は午後一のシューマイ。午後一の豚まんがあるとき、午後一の豚まんがないとき、あるとき、午後一の蓬莱。午後一の豚まんがあるとき、ちゃうちゃう、それそれ、あるとき、午後一の蓬莱。豚まんがアルミ、アルミ。